カリードはアメリカジョージア州法とスチュワート出身の R&B アーティスト。幼少期には母親がアメリカ軍で働いていた関係もあり、ニューヨークやドイツハイデルベルクなど各地を転々としながら暮らす。高校生の時にテキサス州エルパソへ移住。その頃に音楽作りを始め、サウンドクラウドに投稿した楽曲で注目を集める。2016年にデビューシングル ロケーションが公開されると徐々に支持を集め、翌年にまたがってロングヒットを記録。2017年3月にファーストアルバム、アメリカンティーンをリリースし、全米アルバムチャート最高位4位にランクイン。年間アルバムチャートでは14位を記録するヒット作品となった。また、同年4月には、ゲストボーカルとして参加したロジックの楽曲、1から8 0 0 2 7 3 8 5 5も、 大きなヒットを記録するなど一躍人気アーティストとなる。同年8月に行われた MTV ビデオミュージックアワーズで最優秀新人賞を受賞した。2018年1月に開催された第60回グラミー賞では最優秀新人賞を含む5部門にノミネートされた。同年10月には初の来日公演が行われた。ありがとうございます。